ワン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 、おやちゃん。ハロー。聞こえてますか？おお、聞こえとる聞こえとる聞こえとる。あ、ありがとうございます。すげえ。あ、これ何？これで今3人で喋っとるってこと？そうです。で、他の8名の方々が私たち3人の会話を聞いてらっしゃる状態です。うん、なるほどね。ごめんね、全然おっさんわからんもんね、こんな。なんかやたらめったら押してみたんだわ。全然全然、むしろ嬉しいです、喋りましょうか。これ、俺顔見えとるの？いや、アイコンしか見えてなくて、やっぱそうだよね。なるほどなるほど。あ、皆さんこんにちは。あ、こうやってつながっていくわけね。これみんなあの生配信見てどうなんだろうね。俺はこれあんたらの顔が見えんもんで自分の顔見ながらやっとるんだけど、あ、誰か来たぞ、この子。まあね、あの今あのなんだあれ、あの緊急事態宣言でね、そうそうそう、ちょっと夜の営業ができんもんでね、なんか俺は一応標準語で喋っとるつもりなんだけどね。配信見ながら違うとこで青菜炒め食べてる、浮気な気分、浮気してる気分、バカ野郎リカちゃん、浮気すんな、俺の女でいてくれ。これ秘密だよな。これアウト、社長アウト、ダメでしょ。今ランチだけでね、11時から2時といっても1時50分に、閉めてラストオーダーなんだよね。申し訳ないです。もっと開けたいんだけど、今なかなか開けれない状態です。おはようちゃーん、ちゃんちゃーん、ちゃん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 ちゃーんが、こうやって見てると、あ、ごめんね、ちょっと電話が鳴った。もしもーし。ぐるなびか。もしもし。今日ね、やっとらんだ。ごめん、うん、夜ね、今やっとらんじゃんね。大丈夫？ごめんね。はい、またお願いします、失礼します。はい、やっとらんぞ、夜は。今これやっとるもんで、大丈夫かな。みんな夜やってないってやっぱ知らんのかね。カラオケ今な、カラオケ飲みにも行かんし、カラオケとか歌わんから行かんけど、何歌ったかな。君が涙を止めない、お前ぞ、電話かよ。もしもーし、グルナビ、はい、もしもーし。あ、みんなわからんかもしれないけど UFO とね、 UFO わかる？ UFO、 俺の大好きなあいつらにラーメン食わしたろうかと思って。大丈夫か、サチオ、本当に。まあ俺飲んどってお前調子乗ってくるとすぐチャン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 。なんかあれだよね、メガネかっこいい、メガネかっこいい、これあれよ、完全なる老眼鏡ね。電話だな。もしもーし。はい、今日の営業はね、もう終わっちゃって、はい、夜ちょっと今営業してないもんだから。そうなんだよ、ごめんだよ。やってるとこ聞かれてもちょっと俺も分からんけど、多分みんなとこも7時までで終わっちゃうと思うよ。ごめんね、またね、あやーい。やってるとこどっか知りませんかねって、ちょっと待てよ、これ今7時、うわ。むせるわ、ほんともう8時やろ。ラーメン屋の店主に電話してきて今どっかやっとるかって聞くか、普通。どういうことそれ、思いませんか。俺岡崎案内人か、本当に。なあ、おっさん大丈夫ですよ、来とるかい俺。おお、社長たわけだよ、本当に。君らもたわけやろ。たわけってでもみんななんかわけわからんって言ってたね、さっき。たわけってわからん人おるのかな、このクラブハウスだっけで喋ってるけどさ、ラーメン屋のおっさんとこうやって喋ってどうなんだろうね。笑っとるけど、アトシ君。どうやさ、これ何がおもろいの。なんかあの
あのあれだわ、あの DM か、あのインスタとかさ、ツイッターとかでもさ、いろんな人がくれるんだけど、あのどういう感覚なんだろうね。俺ってやっぱよく分かんなくて。あ、今僕一人しかいないけど見てる、流れてます。あ、Rカフェで今リキちゃん一人だもんで、ダチョさん、はい、俺たちを流れてるわけね、これが。ジムニーちゃんね、ジムニーのことも詳しく紹介してほしいって言って言われるんだけど、ジムニーね、この間撮りましたよ、紹介動画で。なんだ、 GoPro とかいうカメラ買って、林道ドライブなんかもね、あげちゃおうかと思ってますんで、また見てくださいよ、それもね。読むね。こんなことを初めてやる48歳、全く分かってなく、使い方も分からず、いいかね、いいかね、君ら。すごい勢いにんされてますよね。そうそうそう、どうなんだろうね。みんなでもこうやってやってんの、チャットとかって。じゃあこれ何、チャット生配信ってないから、逆にこういう状況でなんだろうな、来てくれた方と喋ってる気分になるっていうのもありだよね。大体のみんなさ、うちの店に来て入り口入ってきて俺の顔見た瞬間むちゃくちゃ笑うんだけど、なちょっと顔が変、何、なんでみんな笑うの。嬉しいんじゃないですか、みんな。嬉しい、いや俺は嬉しいよ、めちゃめちゃ。俺はめちゃめちゃ嬉しいけど、ねえ、みんなも嬉しいのかな。あ、カムロミ三姉妹さん、僕もいつもありがとうございます。なかなかこれ難しいな、喋る。多分僕見たこと1回か2回しかないと思うんだけど、やっとることが全く分かってないじゃんね。そう、300億の男なんだよ。300億ってダメやだ俺は、全く。え、黙ってみたけど、どう見えば黙る俺。まあでも普段あれよね、ラーメン作ってる時はお客さんとはほぼ喋れない。で前出したの知らんかな、でも知らんわな、ツイッターであげたの、飲んでる最中にさ、あの誕生日の歌歌ってくれって言った時に、俺あのベロベロになってる時に、あのなんか元気になりたいとね、あのちょっと死んじゃった友達がよう歌った、あの元気出してファイト出して、次の限定いつからか。今ね、冷やし中華とまた次あさり節でちょっと悩んでるところがあって、あさり節も違う、今まではさつま汁使ったんだけど、今度ね鴨と、あさり節の白湯で組み合わせて限定を作ろうと思ってんだよね。冷やし、うん、絶対うまいじゃんね、この冷やし中華ね。このー大丈夫、たまけんしてないよ、何にもない、岡崎だってなんもないけど、なんもない良さがあるやん、それはそれで。